ナーバ各ロケットエンジンの模式図ナーバはアメリカ原子力委員会とアメリカ航空宇宙局の共同プログラムで1972年にプログラムと事務所が終了するまで宇宙原子力推進事務所が運用を担当した。ナーバは熱核ロケットエンジンの信頼性を実証し1968年末にスナポは最新のナーバエンジンである NRX-G は 有人火星ミッションに必要な要件を満たしていると認定した。ナーバエンジンは製造、試験され、宇宙船に取り付けられる段階まで進んだが、火星の有人探査が実現する前に、リチャード・ニクソン政権により、アメリカの宇宙計画のほとんどが中止された。AEC、NASA、スナポは、ナーバは当初の目標を超え、非常に成功したプログラムであると考えている。 当初の目標は宇宙ミッションの推進システムとして用いることのできる各ロケットエンジンシステムの技術的基礎を確立することであった。ロスアラモス国立研究所は1952年から各ロケットの研究を始め、1955年にローレンス・リバモア国立研究所の副所長、ハーバート・ヨーグが原子炉の重量をかなり小さくする方法を仮定すると、 ローバー計画として加速した。ローバー計画が思いがけず早く進むと、1961年までに NASA のマーシャル宇宙飛行センターはミッションの計画に核ロケットを取り入れ始めた。マーシャル宇宙飛行センターはロスアラモス国立研究所の核ロケットで早ければ1964年に実験飛行リフトを行おうとし、計画や監督の必要からスナポを組織した。 スナポは AEC と NASA が共同事業をできるように創設され、ハロルド・フィンガーが初代所長に任命された。フィンガーはリフトを延期することを決定し、リフトを実施する許可が出る前に、各ロケットエンジンの目的を厳格に定めた。キウイ B4A 原子炉の前に立つロス・アラモス、研究所長、ノリス・ブラッドベリーその後、フィンガーはすぐにナーバエンジンの開発のために、 エアロジェットとウエスチングハウスを選定。スナポはナーバエンジンの技術をロスアラモス国立研究所に依存していた。スナポは52インチナーバ NRX の開発の基礎としてニュージーランド固有種の飛べないトリーキーウェにちなんで名付けられた825秒77000ポンドのスラスタ q e b 4熱核ロケットを選んだ。ローバー計画の第2フェーズはフォイブス 第3フェーズは、PW ウィーと呼ばれ、より高出力高密度活調寿命の燃料を実証したが、これらの計画は、ナーバには用いられなかった。ナーバの設計は、9位に基づいて行われたが、アポロ計画の試験として、PW ウィーが始まる頃までには、ニクソン政権により、予算が削減されたことから、月と火星に人間を送る計画は、無期限に延期されることとなった。 ナーバに関する設計や製造等のほぼすべての研究はロスアラモス国立研究所で行われた。試験はスナポによってネバダ核実験場で行われた。ロスアラモス国立研究所は1960年代に9位及びホイブスエンジンの試験を何度か行っていたが、NASA のナーバ NRX へのエンジンの試験は1966年2月に初めて行われた。 その目的は以下の通りである。外部電源なしでエンジンの始動・再始動ができることを確認する。様々な条件で指導、停止、冷却、再始動時の制御システムの特徴を評価する。広い運用範囲でシステムの安定性を調査する。多数回再始動した時のエンジンの部品、特に原子炉の耐性を調査する。 全ての試験の目的は成功理に達成され、最初のナーバ NRX はフルパワーでの28分間を含む2時間近く稼働し、以前の9位の稼働時間を2桁近く上回った。2番目のナーバエンジンであるナーバ G はターボポンプを用いるなど完全な飛行システムにできるだけ近づけるように設計された。システムの性能に影響を与えない部品は、 時間と費用を節約するために既存のものが使われ外部の部品を守るために放射シールドが取り付けられた。エンジンは真空中での点火をシミュレーションするために真空室に向けて下向きに点火された。ナーバ NRX A エンジン試験の目的は以下の通りである。エンジンシステムの運用可能性を実証する。エンジン開発の障壁となっている技術が残っていない。 ことを示す。自動エンジン指導を実証する。28回の指導で合計の稼働時間は115分になった。NASA とスナポはこの試験で各ロケットへエンジンは宇宙飛行に適しており、科学ロケットシステムの2倍の非水力で運用できることが確認できたと考えた。エンジンは NASA が計画する火星までの飛行の要求を満たすものであるとみなされた。ローバー。 ナーバ計画では17時間の運用時間を蓄積し、そのうち6時間は2000系以上の温度であった。タービンと液体水素タンクは物理的に接続されていなかったものの、ナーバエンジンは宇宙船に搭載できる段階にまでなっていたが、議会では火星探査の予算が問題となっていた。この計画を擁護していたニューメキシコ州の 上院議員であるクリントン・プレスバー・アンダーソンは重病になった。また、友人宇宙探査のもう一人の擁護者であった、リンドン・ジョンソンは2期目に出馬しないことを決意した。NASA の資金は1969年の議会で若干削減された。1970年に、ニクソン政権はこれをさらに減らし、サタンロケットの製造とアポロ17号以降のアポロ計画を中止した。 ナーバを軌道に運ぶサトアン SN ロケットを除き、ロスアラモス国立研究所はさらに数年間、ローバー計画を継続したが、1972年までに解散した。試験中の最も大きな事故は、水素爆発で二人の従業員が足と鼓膜に怪我を負った事故である。1965年、ロスアラモス国立研究所試験場の液体水素貯蔵施設が干上がり、 コアが加熱されて、ネバダ砂漠の地面に吹き出した。試験場の職員は3週間待機し、その後、外に出て被害を受けていない部品を集めた。損傷を受けたコアからの核廃棄物は砂漠中に広がり、陸軍によって回収された。この型のエンジンは、マーシャル宇宙飛行センター内に展示されている。NASA は1978年までに火星への往来。 1981年までに月面基地で高級的にナーバを利用する計画を立てた。ナーバロケットは様々な軌道上の宇宙ステーションや月面基地に物資を補給するため低ドを低軌道からより大きな軌道に運ぶタグボートとして使われることとなっていた。また、サターンロケットの上段ステージとして 34万ポンドまでのより大きなペイロードを低軌道に運ぶのに使われることとなっていた。ナーバロケットは数時間稼働するところまでは急速に進歩してきたが、試験場の液体水素タンクの大きさのため、稼働時間は制限を受けた。効率が上がり、水力重量比が向上すると大きなナーバアイロケットは徐々により小さなナーバツーロケットに転換し、 議会やニクソン政権によって予算が削減されると、9位もより小さな PV や PV2 に転換していった。リフトは、サターン SIC の第1弾、SII 弾、SN の第3弾を構成する。スナポは、6機を地上試験用、4機を飛行試験用に10機のリフトを製造する計画であったが、ナーバが政治的な話題となったことから、 1966年以降は製造が遅れた。核を燃料とするサトアン C-5 は、化学燃料のバージョンよりも2倍から3倍のペイロードを運搬することができた。ベルナー・フォン・ブラウンもナーバを用い、回転するドーナツ型の宇宙船による有人火星飛行を提案した。1960年代から1970年代初めに、かけての NASA の多くの火星飛行計画では、 ナーバを用いることとされていた。火星ミッションはナーバの凋落を招いた。どちらの党の議員も火星への有人飛行は宇宙開発競争においてアメリカ合衆国にとっての暗黙の義務であると判断した。有人火星ミッションは核ロケットによって可能となるためナーバの開発を中止した場合予算は節約されるが宇宙開発の競争力は弱まることになる。 リフトの計画は毎年遅れ、ナーバの目標はより高く設定された。最終的にリフトは承認されず、ナーバは多くの試験に成功し、議会の後ろだけがあったにもかかわらず、打ち上げられることはなかった。ニュークリアプリプルションインスペース1968ナサ、NASA? アトミックエネルギーコミッションハット ABC ロビンズ WH& フィンガー。 HB、アンヒストリカルパースペクティブオブザナーバ、ニュークリアロケットエンジンテクノロジープログラム、NASA コントラクターレポート187154、アヤー -91 から3451、ナサルイスリサーチセンター、NASA、ジュライ1991、デュア、ジェームズ、ツザエンドオブザソーラーシステム。 The Story of the Nuclear Rocket o g ゲー ISBN 978-1894959-68-1ありがとうございます。